戦闘開始。逃げられると思う。これで、はっきりした。激闘に幕が降りてもなお、ナルトとサスケは退治を続けた。睨み合う両者。だが、サスケを連れ戻すため、マダラがその場に現れたことにより、事態は収束へと向かい始めた。もはや、サスケは闇に立つ者。それでもなお、ナルトの目的は変わることはなかった。拳を交え、互いの意志を深く知ったナルトは、共にサスケと歩むことを望み、サスケのために戦うことを決意する。答えを得たナルトの表情は柔らかく、いずれ訪れる退治の時に向けて、ナルトは再び歩き始めようとしていた。親も兄弟もいねえてめえに、俺の何がわかる。他人は黙ってろ。サスケ、俺は…せいぜい俺の足、引っ張ってくれるなよ、うすらトンカチ。なんだとこれ。ほらよ、足でまといになられちゃ、こっちが困るからな。なんで…なんで、俺なんか…知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間？今から俺と戦え。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。お前は一体何なんだ。友達だ。お願い、サスケ君を連れ戻して。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ、仲間だ。だから命がけで助ける、それが木の葉流だ。でそこまでして俺に
俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。私のサスケ君とどっちが強いかしら。自分の望み手にサスケの名を口にするんじゃねえ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物の復讐者だ。そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。ナルト！サスケ！この忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じとる。ナルト、俺はお前を信じている。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで俺はずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで一緒に。日常の光、かつての日々を取り戻すため、かつての続きを歩むため、意志を固め、可能性を信じ、強き瞳を抱いて、少年は再び前へ。望む未来がために、そこには絆があった。そこには友があった。